優勝戦5号艇の草場康幸選手ですよろしくお願いしますお願いします。優勝戦は5コースからコンマ16のスタート2着での輸出ということになりましたこのレースは波乱不組の展開だったんですが足の方の仕上がりとしてはいかがでしたかまあ中堅ぐらいと思いますはい。はい、今回は7月の玉川以来で久々の実践ということだったんですがプロペラの調整等というのは前見日初日なさったんですか 終わってやりましたその後は天候、いろいろ変わったんですが、微調整ぐらいで大幅には叩いいてなでですはあとはレースに集中するという形で、そうですねここまで来られた感じですかね、低調期シリーズの中では足は中堅くらい、スタートの合い具合なんですが、いかがですか、やっぱり難しいです風も変わりますしね、そうですね優勝戦は今年2回目ですが、前回が今年の2月の小島ということで。はい 月はありますね。そうですね。はい、枠は5、い、枠なんですが、どんな戦いをイメージしていかれますか？まあ、普段通りはい、失礼します。はい、はい、分かりました。それでは今年は2回目の椅子ということになりました。前回の優勝は13年8月の琵琶湖となっております。優勝戦向けての一言お願いします。一生懸命走ります。